ヒメカブトは、昆虫湖昆虫目カブトムシアカに属するカブトムシの一種。日本のカブトムシの胸角を引き伸ばした様態で、相手をがっちりと挟み込むことができる。生態的にも近いものがある。繁殖力や環境への適応力があり、東南アジア一帯に普通種として広く分布し、15、物足を持っている。成虫が、トウキビの茎の内部にトンネルを掘って潜み、 その中で、吸収、接触を行うため、砂糖キビの重要な害虫であるという説もあるが、奄美、沖縄での砂糖キビの被害は報告されていない。輸入は、植物防疫法によって禁止されている。ただし厳密に守られているわけではなく、検疫体制の網の目をくぐって、容易に購入されてしまっている。太陽国北西部の都市チェンマイでは、古くからヒメカブトを戦わせる。 昆虫相撲行事が行われている。分類学上ヒメカブトは、日本のカブトムチと近縁であり、闘争心も強い。生息域を同じくして、ヒメカブトより大型の五本ツのカブトが存在するが、五本ツのカブトはおとなしいため、使用されることはない。バルサの丸太の中をくり抜き、そこにメスを入れ、顔を覗かせるようにする。その丸太の上にオスを置き、戦わせるのである。 死がすべて丸太から離れたら負け。優勝者には賞金があるほか、そのカブトムシは高値で取引されるため盛り上がる。その行事の前には、胸角を紐でサトウキビにくくりつけ、売られる姿が見られる。現在、メンクワンによるオスの乱獲で個体数減少が危ぶまれたが、現地でヒメカブトを飼育して、増やそうという団体も発生した。ありがとうございます。